あ、もう始まってたの。通りで動けねえなと思ったら。あー、なるほどね。もう話始まってたんだ。めちゃくちゃ広いなと思って、この空間全然ぶつかんねえの、壁に。めっちゃ歩いてるつもりだった。よし、とりあえずじゃあ威嚇を解除しよう。これさ、元気のかけら足りますかね。僕何個持ってますかね。何その技。まあ、当然落ちる。1、2、3、はい、これがオーダイルでしょ。あとは噛み砕く連打か。ここは戦う、噛み砕く、ガブリンチョ。お、防具ダウン入ったぞ。いい感じなんじゃないか。とりあえず殴り合いだな、ここは。落ちてないか。防御ダウン入っても落ちないか。まあそんなパワーねえだろうな、確かに。噛み砕くは。あ、落ちた。 OK、 3発で落ちましたね。これ誰になるのかな、相手。多分白龍になると思うんだけど、違うのかな。白龍なんていねえよ。海龍だよ。右下が氷の牙。うわっ、やってるなこれ。やってんなそれ。うわー、やっぱのんき引いたのが響いたか。こりゃまずいんじゃないか。バック、状態上バック4番目、これが原価系。俺はオーダイルどこにいるんだ。今そのまんま東と入れ替えたから4番目にいる。これがオーダイルかな。避けた雷。いや、だったらさっき避けてくれよ。じゃあすごきずまで使っとくか。いや、厄介やなこれ本当に。これさ、白龍行けばさ、相手激鱗って持ってますかね。激鱗でロックできればそれで別にいいんだけどな。これ白龍行ってみます。一旦白龍で激鱗でも誘いますか。何打てばいいですか。神速消えてるんでしたっけ。俺技構成知らないんだけど、こいつの。アクアテールを覚えたらしいことは知ってるけど、なんかいい技ありますか僕。あ、電磁波あんの。どこどこ。電磁波、電磁波打とうぜ。別に激鱗打たれてもそれはそれでいいし、電磁波入ったらうまいし。電磁波なんて思ってたのかお前。電磁波打とう。右上 OK、 右上電磁波ね。これ打ってみよう。どうなるこれ。ドラゴンダイブじゃないこれ。これ激鱗じゃねえぞこれ。ドラゴンダイブだとしたら無駄死にじゃねえかよ。戦う。まあでも雷避けるでしょ。雷じゃない、麻痺、電磁波か。なんだ、何何何今のターン、何何何何が起こってんの。あー、まひってる。何何これ、何が起こってんの俺。え、何が起こってるのか全然わかんねえ。バック、ただ俺かけらがあと何回あるか分かんねえんだよな。これってかけらに合ってんのかな。状態上バックはあれ以来開いてないから、多分これがかけらで、4番目が違う、俺が今鳳凰と変えたから3番目になってるかな。だからこれがオーダイルか。 PP 枯らせるしかねえかこれ、雷の。かけらが俺何個あるかは全然わかんねえ。これでオーダイル回復したかな。ドラゴンダイブ、雷打ってくんないの。
ピコンピコン入った。あ、ちょっと待って、地震来てる。ちょっと待ってください、地震がめっちゃ来てる。これ一応あれか、聖なる炎打った方がいいのかな。当たった。いやーちょっと怖いな、もう地震に今頭いってるわ。お、氷の牙が入ったぞ。ちょ、怖い怖い怖い、もう全然集中できないゲームに。今何が起こってるのかよく分かんない。もう画面も見えないし、地震も来たしで、何が起こってんの今俺の身に。これ今倒したのかな。海流、ドラゴンダイブ。一発でピコン。え、俺電磁波食らってるから HP マックスだったよな。これさ、急所当たりませんでしたか僕で。しかも、え、これひるんだもしかして。俺のターンが来なかったんだけど。だって俺 HP マックスだったはずだよな、雷食らわずに突破してんだから。ちょっとやってるよなこいつ。これで麻痺も治すために回復の薬を使うか。だったら、だから状態異常バック行って、幻覚がまだあるとするならば、俺は幻覚にマスが合ってるから、回復の薬は毒消し、なんでもないし回復、これかな。これで A ボタン連打すれば麻痺も治りながら回復。これで回復の薬入ってると思うんだよな。ちょ、よくわからん、もうぐちゃぐちゃだよ、地震のせいもあって。何が起こってんのこれ。え、またピコン。あ、じゃあ普通に一発でそんぐらい入るってこと。え、待って、え、僕オーダイルって物理耐久めっちゃ高いの知ってるんですよ。いくら海流でもドラゴンダイブ一発で赤ゲージ入れるほどのパワーないと思うんですよね。え、普通にこんだけ入るってこと。一発目急所だと思ったけど、とりあえず回復してみる。これ連打で回復できますよね。え、ドラゴンダイブだよなこの音、抜群でもなんでもないし。ほら選択できる、やっぱほらね、そりゃそうだよな、赤ゲージ入るわけねえもん。2発は耐えるってことだ、だから急所2回当たったと判断していいな。つまり急所2回当たって耐えるってことは、普通に2発食らっても耐えるから、ここは氷の牙か。これは氷の牙、あ違う、ずれたか、左上1、2、これは氷の牙か。赤ゲージ、え、俺のターンは、え、何これマジで、ひるんでる？これバグってないか相手。何が起こってんのこれ。マジで何が起こってるか分かんないんだけど。俺のターンが来ないってことはひるんでるってことだよな。また当たってるな。ピコンは入ってない。つまり急所ではない。戦う。これカーソルが分からん。1、2、これは氷の牙。電磁波、ん、しびれた、もう分かんねえ、何なんだよこれ。あ、氷の牙入った、 OK、 氷の牙入ったぞ。何が起こってんのこれ。何が起こってるのか全然わかんない。もうひるんだりまひったりだろうな多分。何、あれ回復、あれ俺倒してない、もしかして適当に A ボタン連打しちゃった。
これあれか、俺氷の牙一発で倒れてないのか。当たった。ちょ冷静に、こう冷静にしっかり、戦う氷の牙。破壊ビーム耐えた。ん？え、何、何が起こってんの？でも相手破壊ビーム打ってるよな。え、でも俺回復の薬使ってるはずだから麻痺治ってるぞ。破壊ビームでひるむことありえないだろ。倒せるよな、相手動かないもんな。あ、当たった、 OK。これ分からんって今僕はどういう状況なんですか。ちょっと本当に何これ。噛み砕く B ダウン。ちょ、やってるよね相手の方、やってませんかさっきから。ちょ、やってるじゃんもう。戦う、波乗りかな、ここは。なんだ、波乗りが入って相手のターンがなかった。相手外したか、これ落ちてないか。やっぱプテラもね、特防ちょろっとあるんでね。なんか外したか。ルル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 ル。あー、倒した、 OK。 急所か。じゃあこれ氷の牙打っちゃった方がいいよな。さすがにオボン入ったってことは次で落ちるもんな。はい、 OK、 当たった。落ちるでしょ。よっしゃー、オッケー、よし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 、いいぞ。あと最後リザードンだもんね。リザードンをどう処理するかだよな。でもリザードン対鳳凰って熱いと思うんですよね。やりましょうか、それ。やっぱ最後は都知事に決めてもらおう。炎飛行タイプ対決頼むぜ、ゆりこちゃん。決めようぜ。やっぱこのバトルはしとかないと。俺もこの絵を見たいわ。リザードン対鳳凰っていう、多分絵的にかっこいいでしょこれ。やるしかねえな。神通力だな当然。なんだ今の技。ん？なに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 、待って待ってください待ってください。なんか変なことが起こってると思います。気づいたら今起きたことを説明するぜ。なんか A ボタン押してたら気づいたら赤ピコになってたぜ。相手また回復か、お前薬物ポケモン。これは薬物をめぐる戦い、ひとつなぎの大秘宝、お薬だなこれ。このお薬対決を制した方がね、本物の薬物中毒。もう薬なんてしないなんて言わないよ絶対。そっちがその気なら俺もとことん付き合ってやるぜ。 A ボタン連打。これ怖いのがさ、つご傷がなくなってるパターンなんだよね。その場合多分、あ、でもそれは奥がずれるから満タンが3番目に来るだけだから大丈夫か。これ何撃たれてんの俺。シャドウクローかこれ。さあどうだ、そろそろいいんじゃないの。あ、倒した、やったやった、倒しました、やった倒しました。イエス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 。閉まらねえ。アナル音にかくるんるるんるんるん、あの子のアナルをルンルルンルンルン、その後アナルをルンルルンルンルン、最後にアナルをルンルルンルンルンと。